カール十一世、カール十一世、カールクシー、1655年11月24日から1697年4月5日は、プファルツアサ、第二代のスウェーデン王、在位、1660年から1697年、カール十世とホルシュタインゴットルプ公女、ヘイトビヒエレオノーラの唯一の子、1655年、 カール10世のポーランド遠征中に生誕した。父は北方戦争の最中であったため、カールと会ったのは1658年のことである。しかし父は再び、デンマークと戦争を再会したために1660年の父の病死によって再会は叶わなかった。父の死によって、カール11世として即位したが、4歳と幼いため、殺傷性が敷かれた。 この摂政政府時代にスウェーデンは、北方戦争が終わり、平和の時代が訪れ、1662年に、ドロットニングホルム宮殿の建設が始まり、1686年に、完成している。1666年に、ルンド大学が設立されているが、同年には、摂政団と母の王太号ヘトビヒエレオノーラによって、後の保護の布告を出している。 1668年には、スウェーデン国立銀行が開設された。この時代のスウェーデンの外交方針は、基本的に中立ではあったが、ヨーロッパの安全保障に絡み、主に、フランスとの友好が図られた。1661年には、フランスと同盟が結ばれているが、ネーゲルラント継承戦争では、勢力均衡と新境国の立場から、オランダ・イングランドと三国同盟を結んで、 フランスに圧力をかけ、アーヘンの和訳を結ばせている。しかし、財政問題を解消できなかったことから、1672年に資金援助を目的に再び、フランスとの同盟、普通同盟を余儀なくされ、オランダ侵略戦争において、周辺国から攻撃されることとなった。結果として、スウェーデンの弱体化が露呈し、大国としての地位は不安定なものとなった。 これは後に、摂政政府の失勢とされ、カール11世の申請に大きく影響を残すこととなった。1672年、17歳となったカール11世は、ウプサラで退官し、申請を開始する。申請当初のカール11世は、財政問題に暴殺された。また、1675年から始まる、スウェーデン・ブランデンブルク戦争とスコーネ戦争の二つの、 戦争によって露呈した軍事力の弱体化も解決すべき問題であった。カール十一世はスコーニ戦争においては自らスコーニへ申請するなどして有能な君主として評価もされたが、結果としてドイツ、申請ローマ帝国での影響力を失い、ブランデンブルクプロイセンの台頭を許すこととなった。これらの戦争はスウェーデンの実質的な敗戦ではあったが、スコーニ戦争における カール11世の指導力は国内で高く評価され、相次ぐ苦戦は大貴族の失策と捉えられ、カール11世の絶対音声容認へと至ることとなり、外交でも同盟国フランスの主導で戦争に引きずられたり講和が成立したことは大きな問題で、あ政府は反省からフランスと手を切り、デンマークとの関係修復に取り組み、1680年にカール世と デンマーク王女ウルリカイ・レオノーラが結婚している、ルンド条約。1682年、カール11世は、元老院の指示の下、二分制議会の勢力を抑えて、主権を国王に集中し、スウェーデンを絶対君主制へと移行させた、カール朝、絶対主義と呼ばれる。しかし、絶対君主制の確立や、1680年から1682年までの、 大規模な国政改革は、朝新夕飯ユレンシェーナの、協力なしにはありえなかった。1680年に、ユレンシェーナが休止するというアクシデントはあったが、同年に開かれた議会で大貴族の土地を横領地に、変更して、貴族の勢力を大幅に削減。最小マグヌスデラガーディエをはじめとする摂償団の、責任追及と賠償金請求で貴族の権威も、失墜。 王は神に対してだけ責任を負うとする決議が採択され、中小貴族と市民の支持による絶対君主制の成立につながった。1682年に土地改修政策を実行して収入を増加させ、それをもとに徴兵制で兵士を集め常備軍を有する軍事国家に生まれ変わらせほか、1693年の議会で王の絶対性が宣言される権利の 合法性も認められた。1689年には、デンマークによって、シュレースビヒ・ホルシュタイン公国を追放され、亡命中のホルシュタイン・ゴットルプ公、クリスティアン・アルブレヒトがスウェーデンと組んでタイン、マーク戦争を仕掛けるなど、緊張状態が生じたが、カール11世や新生ローマ皇帝レオポルト1世の抗議で、デンマークオークリスチャン5世が、 クリスティアン・アルブレヒトに両国を返還したにより、戦争の危険は回避された。カール11世は、ホルシュタイン・ゴットルプ・ケとの同盟関係を強化したが、デンマークや、ホルシュタイン・ゴットルプ・ケとの関係はより複雑なものとなった。カール11世の晩年のスウェーデン・デンマーク関係は、比較的良好ではあったものの、シュレースビヒ公国内のゴットルプ・公領の相続を、 巡るデンマークとホルシュタインゴットルク交付運送に対してカール十一世が朝廷に当たったが病に不死果たすことができなかった。また1686年にはプファルツ選定校の相続を巡るフランスの介入に対しアウクスブルク同盟に参加し大同盟戦争へと流れ込んだ。これには前年の1685年にフランスで発令されたなんとの直令廃止 フォンテーヌブローの直令への深い1681年に相続したプファルツツバイブリュッケン公領の奪回、さらには帝国諸侯としての礼園関係の修復などが契機として挙げられる。とはいえ1679年にデンマークと締結したルンド条約以後、スウェーデンとその俗領は戦場とならなかっため、スウェーデン及び北方の安定した平和の時代であるとも評された。 カール11世は大同盟戦争の終結を見ずに1697年4月に没し、息子のカール12世がわずか15歳で多いを継承した。講和条約、レースウェイク条約はその年の9月に結ばれ、スウェーデンは大同盟戦争には直接参戦はしていなかったが、アウクスブルク同盟国として退仏同盟側を支援した。そして講和条約締結に関わったことで、 スウェーデンは、その保証として、帝国の両方である、プファルツズバイブリュッケン公領を獲得した。さらにザクセンラウエンブルク公領の相続人に名乗りを挙げたが、公領を領有していた、リューネブルク公、ゲオルクビルヘルムが1693年に、クリスチャン五世とハンブルクの和議を結んだため、リューネブルク公と、その相続人である、ハノーファー選定公によって継承されることとなった。 カール十一世は読み書きが得意ではなく、スウェーデン語以外にはドイツ語しか返さなかったために、有能ではないとみなされていた反面よき聞き手でもあり、特に聖書は彼の重要な教育書であった。また、内政においては土地改革や商業の促進などを行い、バルト海に繁栄をもたらし、スウェーデン本国に関しても鉄工業を促進させるなど財政大に対処した。さらに、 カール11世は、貴族から領地を取り上げて、王領地を増やしたり、自作農民を増加させたことで、農民王の異名を得た。一面では、気象が荒く、行動の人物であり、軍事に関しても先の領戦争を反省し、軍事改革に邁進した軍人王でもあった。乗馬や、狩り、騎馬訓練が趣味であったことにそうした性格が示されている。また、 知性中はスウェーデンで魔女狩りが頂点に達した時代でもあったが、魔女とされた人間は、精神障害者が該当していたとも言われている。カール11世は、現在も、スウェーデンクローナ紙幣の500クローナに肖像が用いられるほどの著名な人物であるが、必ずしも理想的な君主ではなかった。バルト海を支配する君主として、時には冷淡でもあり、反逆する者に対しては容赦せず、 財政を立て直すために、重税も課した。特に、フィンランドに対するスウェーデン同化政策は圧政に、等しく、カール11世の死没前後には、フィン人による反乱も起きている。カール11世は、ヨーロッパ大陸で起きる戦争には関与するべきではない、という遺言を残したが、反撃の機会を狙っていた。周辺諸国にとって、カール11世の死は後期であり、その死は、 国宝の平和の時代の終焉であった。カール十一世の王位を継いだ若きカール十二世は望むと望まないにかかわらず、戦乱の世の幕開けを迎えることになった。1680年、ルンド条約により、デンマーク・ノルウェー王フレデリック三世の王女ウルリカ、エレオノーラと結婚した。ウルリカ・エレオノーラとの間には七人の子供が生まれたが、四人は溶接し三人は成人した。 カール11世の摂政政府時代の1666年11月14日、摂政団と大大后によって遺跡物の保護を目的とした、我が祖先と全王国の名誉を高めうるような記念物、その地でこれまで生活した人々を想起させる古代記念物の保護を布告した。これはヨーロッパで国家が文化財保護に乗り出した最初の事例である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。